林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。こんにちは、ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では、さまざまな年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。それでは林さん、大月さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。そして今週もゲストに富田の真美さんに来ていただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、では早速質問に行きたいと思います。20代女性の営業職 IT 系の方から質問です、うん、身の程を知るという言葉もありますが、理想と現実の自分像について質問です、うん、私は明るくおバカキャラだと周りからよく言われるのですが、理想とする女性像は凛々しくかっこいい女性です。食事の席などではついかっこいいと思う女性の真似をしてみたりしますが、笑われることが多いです。やはり私の身の程には合っていないということなのでしょうか。理想を追い求めることと現実的に見て自分の長所を伸ばすこと、どうするべきなのか、アドバイスをお願いしますという質問です。うん、まあね、身の程を知るとか身の丈をとかね、うん、知るとかよく言うんだけど、うん、実際には一つだけ言うとね、まず理想像がなければ絶対そこには到達しないってこと、うんうん、だからその子のキャラがどうこうとか、うん、ね、今がどうだからってのは置いといても、必ず人間っていうのはその目標があって、今の現実のギャップにいろいろ悩むわけですよ。そこに課題があったり問題があったり、うん、でもそれがなければ絶対にその自分が理想とするもの、目標とするもの、これをね、自分のに対するその期待値なんだよ、うんうん、こうなりたいっていう期待値だ。それがない人間は絶対にそこに行き着かないんで、まず持つってことはすごく大事だと思うし、ね、面白いね、話があってね、全然ね、うん、悩みがない人間っているんだよ、世の中に。全然いるんだよ、実際に。どういう人間だと思う？あまり考えてないんですかね。そう、考えてないというよりも目標はないんだよ、うん、目標がない人間はね、うん、こういうギャップに悩まないんだよね。あ、なるほど、うん、一日ホームレスと過ごしたことがあってね、はい、ホームレス、うん、新宿ないですね。で、いや、彼らをどう喜ばせようかって一つのプロジェクトがあったの、うん、で、いや、生活もね、ろくにできてないし、物もろくに食ってないんじゃないかなとか、うん、いろんなことを考えてね、うん、いろんなことやったんだけど、はい、結局はね、彼らはね、あの生活保護でお金シャンともらってんだよね。でもあえて住めるんだよ、家にはお金もらえるから、うん、でも住みたくないんだよ、別に。住んでどうするのって感じ、うん、で、屋根があればいいね、夜露がしのければね、うん、で、実際にはじゃあビフテキとか、ビフテキのステーキとかね、はい、そういうものを食いたいけど、全然そんなことなくてね、唯一行ったのはね、冷たいうどんって言ったの、冷たいうどんが食べたいって。で、彼らは今ね、あの今瞬間的には分かんないけど、その頃はコンビニとかと提携業務組んでて、賞味期限を過ぎたやつは捨てるじゃない、破棄しなきゃいけない、だからそれをちゃんともらえるように仕組みを作ってんだよね。だから ほとんど食えるんだよね。でも夏の時期のなんか、あの冷やしうどんとかね、うん、そういうのは食えないらしいんだよ。まず、余らないんだって、そういうのが、うん、で、服も全然困ってなくて、うん、それこそ新宿の西口公園なんかで外国人のね、人たちがよくイベントになって、そこに持ってくんだよ、うん、服を、うん、あえてよ、うん、そこにあえて捨てて帰ってくる、あえてね、うん、で、唯一困ってるのは靴だって。靴、服は大きいのを着れるけど、靴は大きいの着ないじゃん、サイズがね。そう、だから、もし1個だけもらえるんだったら26センチの靴くださいって言ったら、うん、で、いや、そんな程度なんだよね。だから、自分の理想がない人間、目標がない人間っていうのは悩みもないってことだ。っていうことは、うん、今これだけのことをね、悩んでるっていうことで言うとよ、彼女はやっぱり今の自分の現状がどうこうじゃなくて、うん、そういった理想を持ってるのは非常に素敵なことだと思うね。そうです、うん、だからすごくいいと思うよ。逆に今、ね、女性でね、ここで来てるんで、富田さんにね、ちょっと聞いてみたいんだけど、うん、これの質問は。そうですね、私この方すごく明るくてムードメーカーなんだろうなって思うんですけど、うん、身の丈を知るって、この方がでもおバカキャラって、まあ、ご自身で言ってますけど、その人がこう下で凛々しくてかっこいい女性が上っていうわけではないと思うんですよね、うんうん、人それぞれ良さがあって素敵なところがあるので、この方は自分の長所
どんどん伸ばしていいんじゃないかなと思うんですよ。この人があの理想としてる凛々しくてかっこいい女性も多分同じような悩み持ってると思うんですよね。例えばこの人はいじられキャラではないと思うし、こうみんなをハッピーにさせるようなこの相談者の方の明るいところが羨ましいって思ってるかもしれないですよね、うんうん、男性目線でじゃあね、俊介がどう思う、これは。そうですね、僕これ20代女性ですよね。でこのかっこいい女性ってあるじゃないですか、うん、これ今僕思うと20代の頃やっぱりめちゃくちゃかっこつけるった時代だったと思うんですね、うん、でやっぱモテたいしよく思われたいみたいなあるじゃないですか、うん、これ林さんから見てかっこつけるって今あるんですかね。なんかかっこつけるってなんかちょっと言葉的に最近ないような気がしてるんですけど、僕結構カッコつけて大事なことだと思うんですよ、うんうん、まあ、女性も男性もね、うんうん、ただなんとなくこのカッコつけるっていうのは今なんかないような気がしてるんですけど、うん、なんか背伸びとかですか、うん、すごくなんか大事な言葉じゃないかなと思ってるんですけど、うん、どうです、うんうん、あのまあ世の中の流れにあの伴ってね、はい、あのカッコよさその理想像っていうのはどんどんやっぱ変わってきてるのは事実なんでね、うん、やっぱ男性も女性も異性からモテたいんだよ、これは変わらないんです、昔もね、はい、だけどその、モテるその人物像っていうのは多少変わってきてるのは確かで、かっこよさが変わってきてる。例えば女性だとすると我々の時代でそのあいいなっていうモテる女の子っていうのは、凛とした子ではなかったのね、少なくとも、うん、そういうのは一つの路線ではあった、よしとしたけども、はい、実際モテる子ってのはやっぱりあのやっぱ可愛らしい子だったんだよ、どちらかというと、うん、だからその像は多少変わってきてるのは事実だと思う。でもね、大事にしてほしいのはそういうような表面的なこと、これを問うのはね20代だけなんだよ、うん、だから女としての、自分の特性を生かしながら外面を磨くのは20代、ね、これ女という性なんだよな、うん、だからそこはあの大事だと思います。だからそれがどういうようなあの表面的なそのそれこそ聞かざることも含めてやるかっていうのはそれぞれの自分の理想があるだろうから、それはしっかりやればいい、まず、うん、でその次はね女性というこのカテゴリーになった時には内面を磨かない限りは絶対に人からは見てもらえないんです、うんうん、これ見栄えだけじゃないんで、いくら綺麗な子で可愛くても20代の時はいいんです、それで、はい、だけど30代になれば人はそこだけ見てないから、うん、同世代から見た時に魅力的じゃないんだよね、うん、女性も、まあ、男性も同じだよね、うん、だから人間的に何を磨くかっていうことを明確に持って生きていく、うん、でこれがね、その30代超えて40代ぐらい以上になってくると今度はね人間なんだよな、これは男とか女とかっていうのは関係なく、もう女性であろうが男性であろうがとてつもなくね人間的魅力っていうのを醸し出せるかどうか、これは、まあ、哲学的な学びも含めて、あとは人にどれだけ優しくなれるかとかね、人にどれ的な魅力って内面とか違うんですか、もちろん内面も含めて、内面も含めてなんだけど、内面をきれいにすればじゃあ人間的魅力が出るかってそうでもないんだよ、人を啓蒙していく能力とかね、影響力とかね、そういったことも必ず入ってくる、オスとメスだけで言うと、オスは例えば狩りをする、獲物を取ってくる、メスはそれを分け与える、コミュニティを守るっていうところに入るんだけど、人間っていうのはやっぱ特色が全然違っていてね、さっきのオス、メスから女、女から女性、女性からこう人間になっていく、このね、プロセスがとてつもなくね、人間社会にしかないことなんだよ。で、これをいかにね、楽しめるか。その時には、人を巻き込めるような、あのやっぱ人間力っていうのは、そういろんな学問も必要になってくるし、生き方ね、あとは自分のために生きている自我ではなくて、やっぱ人のために何ができるかということを真剣に考え続けている、まあ、こういったことがねできるその人間、これはもう男性も女性も一緒だけども、もうとてつもなく魅力的だよね、うん、まあ一番魅力的じゃないのは分かるでしょ、団地の暇なおばさんね、つまんない話をぐちゃぐちゃ人の話ばっかりする、まあ、こんなことやりゃね、まあ、暇なんだよね、で素敵な人ってのはねすごく時間の使い方うまい、いろんなことやってるけど、うん、平然とやるから、これも人間的魅力なんだよ、だからそういうふうなね、あのやっぱり自分 の, その年代に応じたそのプロセスを経てきて、やっぱり最終的には人間として魅力がある、まあ、そういったね僕は生き方をねぜひしてもらうと今の質問の価値も、ね、高いかなと思う、うん、林さん、月さん、そして富田さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本社会のことなど林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。ご質問はインターネットで
熱血闘魂相談所と検索すると Facebook のページがヒットしますので、そちらにアクセスしていただき、メッセージボタンをクリックして質問を送ってください。ポッドキャストの他にも YouTube でも聞けるようになりました。そちらも合わせてチェックしてみてください。皆様からの質問お待ちしております。それでは次回もお楽しみに。